バレエ好き？別に、なんとなくやってる。じゃあさ、お前の学校強い？最近は、強いと思うよ。次は、悔しかったとか、楽しかったとか、別に以外のこと言わせるからな！じゃあ、期待しとく。翔陽は、いつも新しいね。翔陽と練習じゃない試合やってみたいかもって。負けたら、即ゲームオーバーの試合。やろう！もう一回がない試合！劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦。